立憲民主党の代表選挙は二十三日の投開票まで三日となり候補者が支持拡大へ最後の追い込みをかけています。改めてご支援のお願いのお電話をさせていただきました。別荘をつくします。野田元総理は公認候補予定者らに電話で支持を呼びかけ、枝野前代表は陣営幹部と協議しました。 支援の輪を着実に広げていただいているなと自民党は再調査をするべきだと泉代表は旧統一教会問題の会合に参加し吉田議員はネットで政策を訴えました消費税の食料品ゼロ税率これを訴えています 代表選は野田氏がリードし枝野氏が追いかける展開で両氏の決選投票にもつれ込む可能性もあります。